人の女が偶然銀座の街で出会った。母に捨てられた女と父に捨てられた女、これはカオル子という名前をめぐって銀座ホステスの頂点、女帝を目指して戦う壮絶な女たちの物語である。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、カオル子でございます、カオル子でございます。私をゆりママのヘルプにつかせていただけないでしょうか。私もひで子ママの下につかせてください。嫌よ、お客を持ってない女の子なんて。わしがミキの客だが文句があるか。上川社長、私はさや、お金はあるが両親のいない家庭で育った。高校を卒業してホステスになったけれど、体さえ武器にするというひで子ママの生き方を真似ることはできない。私はミキ、父が愛人と失踪して母の手一つで育てられた。お金のない生活はうんざり、私は必ずのし上がる、すべてを武器にしても。まあこれはこれは神川様、ミキをご贔屓いただけるようでありがとうございます。この子はただもんじゃないぞママ。はい、では時間を潰してくるかな。一緒に行きましょうか。いやいや、お前は大事なミーティングがあるんだろ。三沢、はい、大ママ、この子たち私たちを逆指名したんです。そのようね。大ママお願いします、私をゆりママの下につけてください。私もお願いします。ひで子ママのやり方が私には合ってると思います。ひで子ママ、ゆりママどう？大ママそんなこと今まで誰も言ったことありません。そうです、私たちみんなママたちが決めたことに反対したことなんて。そうですよ、新人がおかしいです。ありえないですよ、生意気すぎ。ママすごいよ、私は人生の大事なことは自分で決めてきたけど、この子たちだってバカじゃない。これだけのことを言うんだからそれなりの覚悟はしてるんでしょ。聞いていただけないときはこの店を辞めて他の店へ移ります。あなたも？上川さんは他のお店に移っても応援してくださるとおっしゃっています。さやちゃんを応援してる木内先生もそうでしょうね。ひで子ママ、ゆりママ、木内先生と上川さんクラスの客を掴んでいるホステスならどこのお店も欲しがるわね。わかりました、さやちゃんは私が育てます。ありがとうございます。ひで子ママは？しょうがありません、上川さんを捕まえているんですから。その代わり容赦はしない、いいわね。はい、お願いします。わがままな人たちのせいでやりにくいったらありゃしない。本当ですよ、本当。同じテーブルにも座りたくない。誰ですか、こんなことしたの。さあ誰がしたんでしょうね。木内先生をさやに取られたからってみっともないことしやがって。何ですって、私がしたっていうの。そうだろおばさん、
何ですって、すんだよ、やばいわ、やばい、捨てればいいから、いや、黙ってない、あんたが言わないのよ、なよ、何すんだよ、これは神川のおじいちゃんが、何だよ、ちょっと何をやってるんですか、もう開店してるんですよ、早くお店に出て、ミキさん、上川さんが待ってらっしゃいます。こんな格好でいけないだろう、何すんだよ、じっとしてて、こっちの方がいいじゃん、俺はいじめられるのには慣れてるから、それが嫌だったらのし上がるしかないんだよ、ここは我慢だべ、やはり景気を良くするために日銀は金融緩和をする必要があるんじゃないのかね、ああそうですよね、しかしインフレを起こしたくない分腰が引けてますよね、思い切って資金供給してみたらどうなんでしょう、 1% の供給でも内需が生まれるだけではなく円相場にも影響するでしょうから、もう君は若いのに経済が理解できるんだね、頼もしいね、こういう若い人がいる日本はまだまだ大丈夫だ、この子まだ高校卒業したばかりなんですけど、とっても勉強熱心なんです、今後ともごひいきにお願いいたします、よろしくお願いいたします、赤い月の正体がお兄さんなんてびっくりしました、え、君僕の漫画読んだことあるの、もちろんです、窓際少年探偵団、解決方法がぶっ飛んでて毎週楽しみにしてるんです嬉しいね、18の女の子にそう言ってもらえたらシャンパン、おーシャンパン、シャンパン、うん、じゃんじゃん持ってきて、うん、とうとう来た。だけど、このハードルを飛ばない限り、先には進めない。私は全てを武器にしてのし上がるって、決めたんだから。ミキちゃん。先生。私、自分の意志で、ここに来ました、お客さんとこういうの初めて、そうなのかい、先生が素敵だから来たんです、先生とどうこうなっても私の売り上げにはならない、だけど私はこの世界でトップになりたいの。それじゃあ、ミキちゃんを係にしてもいいんだよ。ダメ、それは。今は秀子ママにいろいろ教わる立場だから、秀子ママのお客様を取るわけにはいかないんです。代わりに、うちのお店に来たことがない人、連れてきてほしいんです。いいよ。それでミキちゃんを指名させればいいんだね。約束ですよ。うん、約束するよ。嬉しい。ミキ、先生はそういうことちゃんと分かってくれる人だって思ってました。ミキちゃん。
話があるの。純平、俺は秋田さ変えるつもりはね。なして純平は秋田さ変えって。おじちゃんもおばちゃんも心配してる。芥田には純平を待ってる人がいる。さやだって俺を待ってる人は芥田にはいねえ。俺がいるんでねえか。さや、俺はお前を。やめていけない。さや、はっきり言ったらどうなのよ。夏美、東京に出てきたらいい男がいっぱいいて田舎もかすんで見えるって。あなたは純平の店でキャバ嬢やってる。私この人とできてるの。できてるの、できてるの、できてるの。あんたが勝手に携帯番号を変えて、この人必死になってあんたのこと探してて、たった一人で誰も知らないこの都会でかわいそうで見てられなかったわよ。捨てるんならきっぱり捨ててやって。私が大事に拾うから。へえ、そうなの。東京には信じられないくらい素敵な世界が広がってた。もう飽きたなんて真っ平。さや、田舎の男もうんざり。さよなら。そんなこと何でもない。銀座の女が通る道だというのなら、私は笑って通ってやる。もしもし。もしもし。どうした？今日お休みもらったんだけど、お客様のバースデープレゼント、ゆりママから頼まれてて届けないといけないの。悪いんだけど、お店行く前にちょっと寄ってもらえないかな。わかった、行くよ。ありがとう、助かる。すごい熱あるじゃんか。何度？39度。ダメだろ、寝てないと。風邪に超効くスープ作ってやるから。ミキ。できたよ。食べて。これ飲むと体が温まって風邪なんかすぐ良くなる。ありがとう。いただきます。おいしいやろ。母さんがよう作ってくれたっちゃんね。あのね、昨日純平に別れを言いに行ったの。あの人は田んぼから吹いてくる風や森の匂いが似合う人。秋田であの人のままで生きてってほしいから。さや、本当に純平ってやつのことが好きだったんだな。私、さやの友達のミキ。じゃ、行きましょうか。何なんですか。おはようございます。話してください。はい、あら、ミキちゃん、昨日はどうもありがとう。大橋さん、
すっごく喜んでたわ。私も楽しかったです。楽しかったんだ。何この汚い子。え、あ、いや、私のお客様です。客？え、これ借りないです。お勘定は私が払いますから。え、こっち。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。乾杯。あの人、財務大臣の川波さんと外務大臣の黒岩さん、ロシアの外務大臣のマルコビッチさん、みんな大ママのお客様だから閣議の後でいらっしゃったのよ。向こうにいるのは映画スターの高沢健、そしてあちらは夕刊キャッチアップの佐々木アナウンサー。キャッチアップ、キャッチアップの、こちらは IT 企業社長の須藤さん。一晩で30万も使ってくれる。30万？俺の2ヶ月分の給料だ。あの人さやのお客さんよ。え、さやちゃん休みか。さやちゃん今日風邪ひいちゃったみたいなんです。いや残念だな。原稿をあげたからさやちゃんの顔を見に来たのに。ベストセラー作家の木内久蔵先生、さやを可愛がってる。題材にして書いてみようかな。ありがとうございます。吉川、分かったでしょ、さやがいる世界がどんなところか。あなたとはもう住む世界が違うんだよ。だども、私たちの進もうとしてる道は死ぬ者狂いで戦わないと生き残れないの。甘い世界じゃないんだよ。分からない？どうしてさやがこの世界で生きたいと思ってるか。いじめもある、嫌なことだらけ。それでも私たちを引きつけてやまない何かが、キラキラしたものがここにはあるんだ。いや俺は、さやを愛してるなら邪魔しないで。あの人には見せたくないから、修羅の世界で戦う私を。さや、さや、やめてください。一番大切なものを手放したのだから。私はもう一直線に階段を上るだけ。俺曲げねえ。そして2年の歳月が流れた。さやとミキは銀座ではその名を知らない者はいないほどの売れっ子ホステスに成長した。すごいねこの二人、ちゅう間に銀座のナンバーワンホステスになっちゃうんじゃないの。雑誌の表紙を飾るなんてね。銀座で奥さんにしたいナンバーワンホステスのさやと、愛人にしたいナンバーワンホステスのミキ。銀座じゃ有名人ですよ。それも二人が探すホステスの名前がくしくも同じカオルコ。運命ですねこれは。あ、増えますよこの記事でまたお客様が。
チーママも抜いちゃうんじゃないですか、ね、抜いちゃえば抜いちゃえば私がどうしたって。いや、そう、表の看板漏れてるし、綺麗に掃除しておきます。どうしたの、美咲ちゃん。鶴田先生がお見えです。わかりました、お願いします。すいません先生、さやちゃん今夜はちょっと遅くなりそうなんです。同伴か。しかしさやちゃんの勢いはすごいな。いつ来ても指名だらけだ。先生がお引き立てくださったおかげです。いらっしゃいませ。ああそうそう、ミキちゃんも負けてないよね。はい、ミキのやつまた同伴だよ。今月も売り上げ上げてきてるらしいわ。堅物で誰も係にしなかった三浦社長がミキに売り上げてるんだもん。あの社長、サッチーフーズを一台で一部上場させたらしいわ。そうそう、黒ツプリンが大ヒットしたのよ。あ、あれ美味しいよ、美味しい。あなたたち、お茶引いてるんだったらミキのヘルプについてちょうだい。え、ミキのですか。文句あるの。お客も呼べないくせに。三浦社長、ヘネシー入れてもいいですか。もちろん、じゃんじゃん入れてください。あ、ミキさん、雑誌の記事見ましたよ。苦労したんですね、お父さんがいなくて。いえ、私は全然、超貧乏でしたけど。いいなあ、ミキさんのその明るさが私は好きなんです。両思いですね、私も社長が好きだから。困ったな、こんなおじさん好きになっちゃダメですよ。失礼します、レイさん、しのぶさんです。お久しぶりです、ミラ社長。こんにちは。失礼します、ヘネシー、お願いします。社長、レイのこと覚えてますか。覚えてますよ。グラス空いてるんですけど。食べてるんだよ。はい、灰皿と一緒に下げられないようにしてくださいね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。大川社長、ちょっと失礼いたします。鶴田先生。じゃあ先生、ごゆっくり。ありがとう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。失礼いたします。今日も盛況だね。おかげさまです。先生、乾杯しましょう。私二十歳になったからお酒が飲めるようになったんです。ああ、だったらシャンパン入れよう。お祝いだ。いいえ、そのお気遣いなさらないでください。先生がこうやって来てくださることが何よりも嬉しいお祝いですから。ああ、雑誌見たよ。お母さん探してるんだって。はい。2年前は接客の席で平気で携帯に出ちゃうような普通の女の子だったのに、今や銀座の一流店でトップを取ろうというんだ。すごいな、感心するよ。まだまだ至らないことだらけです。でも先生珍しいですね、2日も続けてお越しになるなんて。まっすぐ家に帰りたくなくてね。どうかされたんですか。実はお恥ずかしい話なんだが、妻に離婚を言い出されてね。まあ、自分は家政婦じゃないとか、僕が彼女の言うことを全く聞いてないとかって。ごめんごめん、さやちゃんの前だとつい年甲斐もなくペラペラと。いいえ。でも不思議なんだよな、さやちゃんに胸の内を吐き出すと軽くなるんだ。
黙って聞いててくれるからかな。さやちゃんが来てくれるなんて嬉しいな。今日はプレゼントをお持ちしたんです。プレゼント？これを妻に？はい、ハワイ島のインディアンジュエリーです。これを先生からということで、奥様にぜひ差し上げてください。僕からだって？先生と奥様はハワイ島にご旅行中に出会われたと記事で読みました。妻は僕と離婚したがってるんだよ。奥様がおっしゃったことをお聞きして、奥様お寂しいんじゃないかと思ったんです。先生がお仕事に邁進されて。だけど仕事を一生懸命してくれというのは妻なんだ。それも本心だけど、寂しいのも本当。奥様自身素直に仕事を休んで自分を見ていてほしいって言えないんじゃないでしょうか。先生を愛していればこそ。あ、そういえば今日結婚記念日だった。完全に忘れてたよ。こら。そうだよな、少しは仕事を休んで妻と一緒に旅行でもするかな。約束なら仕方ありません。またのお越しをお待ちしております。どうかしたの？え？深刻そうな顔してるから。変なの、さっきからもう5件も今夜の約束をキャンセルするって電話があって。そういう日もあるよ。どんまい。西村さやは魔性の女と。誰がこんなこと。まあさやも一人前になったってことなんじゃないの。こんばんは。失礼します。こんな髪が店の周り中に。ゆりママ本当に心当たりない？さやちゃんのお客様はさやちゃんの人柄を気に入ってついてくださってる方ばかりですから。これで今日突然5組もキャンセルしてきたんですね。完全な営業妨害ね。こんなことをされる心当たりはないの？はい、でも今日店の前で上から植木鉢が落ちてきて。まさか誰かがわざと？それじゃ犯罪じゃないですか。さやちゃん、どうした？落ち込んだ声出したけど。
ご相談したいことがあって。警察には届けられないから。いやだ、深刻だな。何があった？いらっしゃいませ。須藤さんのお席はいつも賑やかですね。最初は締めが多いね。2年前まで俺が独占できたのに。おかげさまで。君たち悪いけどさ、ちょっと俺サイちゃんとしっぽりしたいから、ごめんね。わかりました、邪魔者は消えます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。失礼します。何かわかったんですね。あそこにいるのサッチフーズの三浦社長だよな。はい、社長の太っ腹が素敵。お願いします。三浦社長はミキのお客様ですが。あの三浦社長のワイフが嫌がらせの犯人だ。確かにここのところ三浦社長は毎晩お越しですけど。さやちゃんを三浦社長の愛人と間違えてのことだ。ミキと間違えたってことですか。ああ、真面目一筋で来てミキちゃんに持ってかれちゃったんだな。遊び慣れてない中年男が落ちる罠だ。本当に三浦社長の奥様なんですか。サッチフーズが零細企業で倒産してもおかしくない状態から社長と二人三脚で会社を大きくしてきた。そのできた奥さんが嫉妬に狂ってんだ。これ以上何も起きなきゃいいがな。何？こんなとこ呼び出したりして。何これ？どういうこと？これ三浦社長の奥様が書いたの。私を社長の相手だと間違えて。本当なの？須藤さんが調べたら三浦さんの家庭ほとんど壊れかけてるって。あなた聞いてるの？あなた！私のせいだって言いたいの？私めがけて植木鉢落としたり生ゴミ置いたりしてるんだよ。奥様精神的に相当追い詰められてる。三浦社長が私につぎ込むのは彼の意思でしょ。私は別に頼んでもないし、どうしようもないじゃん。ミキ。何よ。私たちホステスがお客様の疑似恋愛の相手になるのは当然だよ。それを求めてくるお客様も多いから。だけど家庭を壊すなんてダメだよ。知らないよそんなの。昔は何？昔は心があった。お金を稼ぐのでなくしちゃったのかもしれないね。心なんてもんでご飯は食べられないもん。それだけだったら行くね。アフターあるから。例えばこの店に変な脅迫状で脅されてるホステスがいるんだって。優等生ぶってるけど陰では汚いことしてるから。どうせ汚い手使ってお客様を掴んでるからじゃないですか。でもそういうのってお店に迷惑はかかりますよね。うちは代議士の先生も多いから。スキャンダルは絶対にダメなのよ。社会的に立場のある方はそういうの一番嫌うのよね。どう責任取るつもりかしら。ちょっと忍ぶが聞いてるんだけど。心当たりのないことで脅迫されてもなすすべがありません。ここは我慢だべ。何その言い方。あんたのせいで
この店がどうなってもいいっていうの。おい、おまかりにしなさい。やめてください。あれは私の頑張り。この世界、取った取られたは当たり前のことでしょ。多少ダーティーなことをやっても取った方が勝ちなの。でもこんな私でもこの世界でたった一つだけ守ってきたことがある。どんなに男を夢中にさせても男の家庭を壊さないような遊び方をさせること、それができたら一流のホステスになったってことよ。さや、自分でやったことは自分で片付けなさい。はい。いらっしゃいませ。鶴田先生、さやちゃんをかしこまりました。鶴田先生、いらっしゃいませ。さやちゃん、紹介するよ。妻の紀和子だ。君に会いたいというもんだから連れてきた。奥様でいらっしゃいますか。はじめまして、さやでございます。プレゼントを渡したらあっさり僕が選んだんじゃないってバレちゃってね。当たり前です。今まで結婚記念日に花の一本もなかった人ですよ。それがこんな気が利いたもの、怪しいと思います。すみません、差し出がましいことをして。いえ、嬉しかったのよ。このインディアンジュエリーは私にとって格別な思いがあるものです。ええ、奥様はフラダンスの勉強をしにハワイ島へ滞在されていたとか。一生の職業にしようと頑張っておられるとき先生と出会われて断念されたそうですね。そんなことまでご存知なの。奥様にとって先生はフラよりも人生をかけてもいいと思うほどの方だったのですね。奥様の足つぼマッサージが最高だっておっしゃってました。そんなことまで喋ってるの。いや、それは嫌なことが全部忘れられて幸せだって。そんなこと私には一言言えるか、そんなこと。私の言ってることなんて全然聞いてないんですよ、この人。先生が心を許されるただ一人の人が奥様なんですもの。あなた、私をここにまた飲みに連れてきてくださる。もちろんだよ、君が来たいって言うなら。約束よ。はい。ミキさん、今夜は泊まれます。いつもは新しく帰らないといけないから。何か勘違いされてるんじゃないですか。え、私は水商売の女ですよ。一度や二度の火遊びを本気にされたら困ります。ミキさん、私は本気です。あなたのためなら全てを投げたっていい。やめてください。さようなら。それではミーティングを始めます。おはようございます。おはようございます、まず最初に今月の同伴日についてですが、今月は皆さんノルマを無事達成しております。ただですね、同伴の際の遅刻が目立ちます。ゆいさん、京子さん、ゆいさん、注意してください。来月は着物デーがあります。この日は着物での出勤。何かご用でしょうか。と言って、あなただったのね、主人の相手は。許さない。you
呼ばねえっていい、呼んだらダメった。だけど違う、こんなの大した怪我じゃない。警察沙汰になればお客様に迷惑がかかる、お店にも傷がつく、この人は罪を着ることになる。私はこんなことなんともない、なんともないから。さやちゃん、出血が多かったから今夜は入院して様子を見ましょうって。ごめん、さや。いいの、警察には通報しなかったわ。よかった。三浦さんの奥様、罪に問われないで済みますよね。あんたって子は本当に。さやちゃん。木内先生どうして？いや、さやちゃんが怪我したって三沢さんから聞いて。大丈夫なのか？木内先生。よかった。俺びっくりして、いや、さやちゃんにもしものことがあったらと思ったら。先生、震えてるじゃないか。怖かった。先生の顔見たらなんかホッとしちゃって、今頃怖くなっちゃった。さやちゃん、こうやってると安心する。俺は君が望むならずっとそばにいるから、永遠に安心していいよ。その後、三浦夫妻は揃ってお店に詫びに来た。そして夫婦の絆を取り戻したと聞いた。さやさんをどうしちゃってます？はい、はい、お願いします。いらっしゃいませ、さやでございます。純平、久しぶりだね、さや。どうして？お久しぶり、M さん。純平くん、2年前に事業を起こして成功したの。今じゃ押しも押されぬベンチャー企業の注目ナンバーワン企業よ。今私たち一緒に暮らしてるの。え？婚約したのよ。どうして、どうして純平が M さんと、どうして？さやもお気に入りのこのバッグの詳細は番組ホームページまで。危ない！体
必ずしも君が勝つとは限らない。私が必ず勝ちます。勝ってカオル子の名前をこの手にしてみせます。私この仕事辞めます。私の前から消えて。いい加減にせんな。やめてくれ。この捨て身実行。俺曲げね。須藤さん出して。どうブラックにしてほら。木内先生と上川さんクラスの客を掴んでいるホステスならどこのお店も欲しがるわね。わかりました。さやちゃんは私が育てます。ありがとうございます。秀子ママは？しょうがありません。上川さんを捕まえているんですから。その代わり容赦はしない。いいわね。はい、お願いします。わがままな人たちのせいでやりにくいったらあれやしな。人生の大事なことは自分で決めてきたけど、この子たちだってバカじゃない。これだけのことを言うんだからそれなりの覚悟はしてるんでしょ。聞いていただけないときはこの店を辞めて他の店へ移ります。あなたも？上川さんは他のお店に移っても応援してくださるとおっしゃっています。さやちゃんを応援してる木内先生もそうでしょうね。秀子ママ、ゆりママ。二人の女が偶然銀座の街で出会った。母に捨てられた女と父に捨てられた女。これはカオル子という名前をめぐって銀座ホステスの頂点、女帝を目指して戦う壮絶な女たちの物語である。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カオル子でございます。カオル子でございます。私をゆりママのヘルプにつかせていただけないでしょうか。私も秀子ママの下につかせてください。いやよ、お客を持ってない女の子なんて。わしがミキの客だが。か。ええ、お前は大事なミーティングがあるんだろ。ミサは？大ママ。この子たち、私たちを逆指名したんです。そのようね。大ママ、お願いします。私をゆりママの下につけてください。私もお願いします。秀子ママのやり方が私には合ってると思います。秀子ママ、ゆりママ、どう？大ママ、そんなこと今まで誰も言ったことありません。そうです、私たちみんなママたちが決めたことに反対したことなんて。そうですよ、新人がおかしいです。ありえないですよ、生意気すぎ。ママ、そうよ。私は文句があるか。上川社長、私はさや。お金はあるが両親のいない家庭で育った。高校を卒業してホステスになったけれど、体さえ武器にするという秀子ママの生き方を真似ることはできない。私はミキ。父が愛人と失踪して母の手一つで育てられた。お金のない生活はうんざり。私は必ずのし上がる。全てを武器にしても。まあこれはこれは上川様、ミキをご贔屓いただけるようでありがとうございます。この子はただもんじゃないぞ、ママ。はい、では時間を潰してくるかな。一緒に行きましょう。